ブリトニー・テラー・キャメロンはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンレアンドーロ出身の女子サッカー選手。カリフォルニア州ダブリンで育ち、ダブリン高校に通った。高校4年時にはチームキャプテンを務め、ディアブロ・フットヒル・アスレチックリーグのファーストチームとディフェンシブ MVP に選ばれた。ダブリンハイエナジーやプレザントン・レイジといったユースのクラブチームでもプレーした。 サンディエゴ大学に進学して GK としてプレー1年時には16試合に出場し、チームベストの1試合平均失点1.84を記録した。2年時は13試合出場でチームトップの平均失点1.21、5試合完封を記録した。3年時は全21試合に出場し、そのうち20試合に先発出場。 チームベストのセービング数78と9試合完封を記録。4年次にウェストコーストカンファレンスでディフェンシブプレイヤーオブザイヤーを受賞し、WCC のファーストチームと全米サッカーコーチ協会オールウェストセカンドチームに選出された。2009年、WPS のドラフトにおいて全体で52番目に指名されてロサンゼルスサルに加入した。翌年に、 クラブが活動停止した後は FC ゴールドをプライドと契約しリーグ優勝を経験した。2011年ウエスタンニューヨークフラッシュと契約。クラブは同シーズンのチャンピオンシップで PK 戦の末にフィラデルフィアインディペンデンスを破って優勝した。WPS 廃止後の2012年 WPSL エリートに参戦するウエスタンニューヨークフラッシュと再契約した。 シカゴレッドスターズとのチャンピオンシップでは PK 戦を制して優勝を果たし、クラブは3年連続で異なるリーグにおいてタイトルを獲得した。2013年2月 NWSL のサプリメンタルドラフトでスカイブルー FC に指名されて契約する。リーグ開幕戦でフルスノーウエスタンニューヨークフラッシュに完封勝利し、リーグ開幕週のプレイヤーオブザウィークに選ばれた。 同年は5月のプレイヤー・オブ・ザ・マンスにも選出されている。12月にはアメリカ女子代表合宿メンバーに招集された。2014年8月、日本のベガル・タ・仙台レディースに期限付き遺跡で加入、クラブ初の外国籍選手となった。加入当初は日本語を理解できなかったため、英語を話せるセンターバックの山本リサがフォローをした。2015年1月、期間満了により、 仙台を退団した。2015年シーズンはスカイブルーでプレーしていたが、9月に仙台へ再度期限付き遺跡で加入した。しかし加入した翌月に負傷し、リーグ戦で出場機会はなかった。12月19日の後方杯準々決勝、浦和レッズレディース戦では、PK 戦にてなお本光のシュートをセーブし、ベスト4進出に貢献した。 2016年より完全移籍に移行した。同シーズンはリーグ戦、リーグカップ戦全試合フル出場を果たし、チーム年間 MVP 賞を受賞した。2017年シーズン限りで契約満了により仙台を退団。ナイアガラ大学、サンディエゴ大学、ダートマス大学でアシスタントコーチを務めた。ありがとうございます。